黄色ブドウ球菌、黄色ブドウ球菌、黄色ブドウ球菌、スタファラコカスウリアスとは、人や動物の皮膚、消化管、腸状在菌、腸内細菌である、ブドウ球菌の一つ。人の農用等の様々な表皮感染症や、食中毒、また、肺炎、髄膜炎、肺血症等致死的となるような感染症の、因菌でもある。学名は、 スタファラコカスウリアス、スタフィロコッカスアウレウス。俗名スタファラコカスのスタファロは、ブドウの棒状の、コカスは、球菌の胃であり、主称名ウリアスは、黄金色のを意味する、金の元素記号や、オーロラなどと同じ語源。ブドウ球菌は、通性研究性のグラム陽性球菌である。顕微鏡で観察すると、ブドウの房のように複数の細菌が集団を、形成している。 他の細菌と比較して、高濃度の食塩存在下でも増殖が可能であり、またカタラーゼ活性、ブドウ糖発酵性を持つなどの生、科学的特徴を利用して分離、同定される。他のブドウ球菌と黄色ブドウ球菌の違いは、コアグラーゼと呼ばれるウサギ結晶を凝集させる酵素を産生するかどうかで決まり、人の体表に生息してコアグラーゼを産生するものが、 黄色ぶどう球である。また典型的な一部の黄色ぶどう球菌は、黄色の色素を産生するため、培地上で培養した時黄色いコロニー、細菌の集落を形成する。当初はこの性質によって判別されており、これが黄色と呼ばれる由来であったが、現在は色素産生の有無ではなく、コアグラーゼ産生能で判別される。黄色ぶどう球菌は人体の皮膚表面。 毛穴に存在する。特に鼻腔内に存在する、常在菌であり、約30%から100%の人が保有していると言われる。人の皮膚に常在する、ブドウ球菌の中では、毒性が高く、他のブドウ球菌では健常者に対して、病気を起こさない。ただし、日和未感染を起こすことはあるのに対し、黄色ブドウ球菌は健常者に対しても病気を起こしうる。ただし、 黄色ブドウ球菌も、健常者では、通常の生育場所である、皮膚表面や鼻腔などでの増殖自体が発病に、繋がることは少なく、相生部などから体内に侵入した場合に発病する、ことが多い。感染力は、強い部類に属するが、菌が少なければ通常その毒性は弱い。黄色ブドウ球菌の病原性に関わる因子には、以下のものが知られている。毎年、 アメリカ合衆国では50万人が黄色ブドウ球菌感染症で医療機関を受診する。抗生物質の安易な処方が原因で、黄色ブドウ球菌は特に多くの一般に利用される抗生物質に耐性、抵抗性をつ編集を生み出してきた。特に問題となるのは、そのような耐性菌に対し開発された薬剤に対する耐性菌が出現することである。 単一の薬剤に対し耐性を獲得した菌は、耐性を有する薬剤名を監視ペニシリン耐性菌、メチシリン耐性菌は、MRSAA、バンコマイシン耐性菌は、ベッサと呼ばれる。また、複数の薬剤に対し耐性を獲得した菌は、多剤耐性菌と呼ばれる。なお、メチシリンに対する、感受性のある菌は、マッサと呼ばれる。黄色ブドウ球菌による疾患は、 感染病原性と毒素病原性とに対別される。前者は、ブドウ球菌が体内で感染、増殖することによる疾患であり、各種の可能性疾患や肺炎、急性心内膜炎、菌血症が含まれる。後者は、感染や増殖そのものよりも、ブドウ球菌が産生する毒素による症状であり、食中毒、毒素性ショック症候群、熱症様皮膚症候群がこれにあたる。 黄色ブドウ球菌による感染は、表皮及びその直下の組織に限局した部位に見られることが多い。毛穴や総称部から感染が起きると、伝染性のカ過信、飛び火、インペティー節、フルンケル、ヨ陽、カルブンケル、ハチスエンなど、表皮限局性の可能性疾患の原因になる。また、カテーテルや心臓弁など、医療行為に用いる異物に付着して、そこで、 骨髄炎、関節炎などの深部原曲性感染を起こすことがある。これらの疾患で生じる脳容内で細菌は増殖するが、さらに細菌の増殖が進むと、スタフィロキナーゼや各種プロテアーゼなどの働きによって、病巣周辺の組織を破壊しながら周囲に浸潤し、時に血流に入って、菌血症や肺血症、急性心内膜炎、肺炎などを引き起こすことがある。 黄色ブドウ球菌による感染症としては頻度が高く正常な免疫を持つ人にもしばしば発症する。皮膚感染症のうち最も表面に近い部分に起こるのが伝染性脳下心、インペチゴ、飛び火である。皮膚表面にべったりとした黄色の脳化サブタを伴ったビランが現れる。ビランは痛がゆいため、特に小児ではこのビランを走破してしまう。 微乱を走破した爪で、他の健常皮膚面を走破することにより、その健常皮膚面に、新たな微乱を形成する。こうして病巣が発衝していくのが、伝染性脳下心の特徴である。毛穴から感染し、毛の及びその周囲の神秘、皮下組織の一部に炎症を起こすのが、節、ファーアンクルである。が、複数の毛穴に及び、融合したものは、よう。よう カーバンクルと呼ばれる。特に顔面にできた野洋は、面腸と呼ばれ、放置すると髄膜炎を起こす危険があるため、確実な治療が必要とされる。表皮内部に感染を起こすのが放火式炎、蜂素炎である。通常の細胞構造を細菌及び炎症細胞が破壊し、蜂の巣状の病理組織を形成することがこの名の由来である。炎の局所は発張し、 熱感と疼痛を伴う。境界は、やや不明瞭であることが多い。A 群 β 溶血性連鎖球菌で起こる単独では、境界明瞭である。脳下腺は局所を消毒し、走破しないように心がけるだけでも治ることがある。他の皮膚感染症には、抗菌薬の投与が必要である。ペニシリン系のクロキサシリン、スルバクタム、アンピシリン合剤、 1> 第1世代セフェムのセファゾリンなどが通常用いられる。正常な免疫を持つ患者では MRSA による皮膚感染の頻度は低く、治療の最初から抗 MRSA 薬を用いることはしない。高齢者や人工呼吸器管理中の患者などには、黄色ブドウ球菌による肺炎、肺下の症が起こりうる。これらの患者の多くでは過去に 抗菌薬を投与されており、MRSA の頻度が高いことに注意が必要である。核炭および、強水のグラム染色が迅速診断に有用であり、適切な抗菌薬の選択が必要である。人工弁、人工関節、中心状脈カテーテルなど体内に異物が存在する患者では、血流中に侵入した黄色ブドウ球菌はこれら。 異物に定着して感染症を起こすことがある。また、異物がなくても骨髄炎や関節炎などの特殊な病巣感染症を起こす場合がある。黄色ブドウ球菌によるこれらの病巣感染症では、しばしば抗菌薬投与のみでは不足であり、病巣に対する外科的処置が必要となる人工弁の入れ替え、カテーテル抜去関節空の石灰排能など、 黄色ブドウ球菌による食中毒は食品中で増殖してそこで黄色ブドウ球菌エンテロトキシン毒素を産生するために起きるものであるこの毒素は耐熱性で食品を加熱することによってブドウ球菌そのものが死滅しても毒素は耐熱性のためそのまま残るそれを食べた場合に激しい嘔吐を伴う食中毒を引き起こすこのような食中毒を 毒素型食中毒と呼ぶ。一方、サルモネラや病原大腸菌などの場合は生きた細菌が腸内に感染することによって起きる感染型食中毒を引き起こす。すなわち、ブドウ球菌による食中毒は感染症ではなく、むしろ毒キノコを食べるケースに近い。黄色ブドウ球菌による食中毒は潜伏期が短く。 汚染された食品を食べた後2から3時間で発症し、その後速やかに収束する。しかし、症状が激しい場合には、ショック症状に陥る場合もあるため、健康に異常を感じた場合は、医療機関に受診するのが望まれる。主に悪心と嘔吐が現れ、場合によっては腹痛や下痢を伴うこともある。黄色ブドウ球菌による、食中毒は、症状が嘔吐に集中するのが特徴でもある。 黄色ブドウ球菌自体が体内に入る感染症ではないため抗菌薬の投与は不要であり、輸液により水分等電解質を補充して症状の改善を待つ。毒素性ショック症候群は黄色ブドウ球菌の産生する TSST-1 という毒素による症候群。TSST-1 がスーパー抗原として働き、発疹、下痢、嘔吐、 血圧低下、ショック、発種性血管内凝固、多臓器不全などをきたす致命的な疾患である。小圧剤、輸血、タンパク分解酵素阻害薬などの対象療法のほか、毒素の除去及び急性腎不全に対する治療のために、血漿交換や持続的血液露化透析などの血液浄化法を行う。新生児 TSS 様発信症。 ニオレイトル TSS、ライククサンソマタスディジーズ、N テット、N テッド,テッドと呼ばれることが多いは、生後数日以内の新生児に発症する、毒素性疾患で、原因菌はほとんど MRSA である。TSST-1 ライクトキシンという毒素が、スーパー抗原となって発症する。発疹、軽度の発熱、時に哺乳不良が症状であり、血液所見では血小板減少と軽度の、 炎症反応を負う。時に血小板輸血が必要となることもあるが、TSS とは異なり、おおむね汚れ良好な疾患である。治療法として特異的なものはないが、多くの場合、抗 MRSA 薬が投与される。ブドウ球菌性熱症様皮膚症候群、スタファラコックルスコールデドスキンシンドローム、SSS SS、4S、と呼ばれることが多いは、乳幼児に、 特有の毒素性疾患である。黄色ブドウ球菌が産生するエクスフォーリーティブ、トキシン A、B がその原因であり、毒素が表皮に沈着してスーパー抗原として働くことで、表皮の細胞間結合が破壊される。症状は全身の皮膚の微乱、水泡形成で著しい痛みを伴う。一見正常に見える皮膚面でも物理的刺激により、 水泡を形成する。そのため、水泡、ビランは、観察部、つまり肘の内側や脇の下、首の周りなどにできやすい。多くの場合、口周囲には、脳下芯ができており、脳下サブタからは、黄色ぶどう球菌が検出される。治療に特異的なものはないが、脳下芯を伴っていることが多いため、セファゾリンなどの抗菌薬を使うことが多い。MRSA が検出されることも、 少なくないが、抗 MRSA 薬は通常用いない。また、不機嫌で経口摂取を取れなくなることがしばしばあり、輸液が必要となることが多い。SSS SS そのものは数日で自然警戒する疾患である。感受性のある抗生物質により治療を行う BR 様々な薬剤に対する耐性を獲得した菌種もある。 この黄色ブドウ球菌はもともとペニシリン感受性であったが現在分離されるものの多くはペニシリン耐性である。セフェム系やストレプトマイシンなどの薬剤にも耐性のものが多い。これらの状況から用いる薬剤については当該菌に対し感受性のある薬剤を用いるのが望ましい。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。